始まったラスト一戦です。ラストの90秒、エース攻める。さあまずは先手を打ったのはエースです。おっとまともに食らったか、パワフルな動き、まだ牙を向かない眠れる審判中村。エースめちゃくちゃ攻める、力を込めるが厳しいか。エースすごい、めちゃくちゃ攻める、いや距離が届いている、めちゃくちゃ攻める。エースすごいわ。おっとしかし一発で流れを変える、バンダカムラ、バンダカムラが流れを変える。しかしすぐさま流れを引き戻す。エース残りが1分です。60秒、 DJ 社長いけ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 、まだ3分の1。ギータさん見応えありますね。すごい最高ですね。めちゃめちゃエースが攻める攻める。さあこの状態です。すごい、おっと一発で上がった、もらった、めちゃめちゃ上げた。さらに揺れてるのか、逃げたのはエース。めちゃめちゃどうだ、おっと攻める時間帯に変わって残り40秒のところ、バンダカムラ、バンさんすごい。もう一度引き直し、エースちょっと勢いなくなってきてるか。エースも残り30秒です。残り30秒、残り30秒、エース体力が持ってるか持たないか。一発、おっとまだ体力がある。後半バンダカムラすごいすごい。さあ一発、おっと残り20秒切ります。すごい、あと15秒、あと15秒、まだ攻撃の手を緩めない。しかしエースも正面から攻撃を加えていく。右すごい、下から強い、あと5秒、さあ試合が終わりました。90秒、 DJ 社長すげえ、いかがでしたか。いやもう最初の30秒のエース君がめちゃめちゃ怖かったですね。すごかったな。でもそっから中村さん怒涛のように追い上げていったイメージだったんで、もう、ええ、すごいっすね。どっちが勝ったのか僕には全く。もうさあそして銀座さん、かなりもう今日一番興奮していた、そんな風にも見えたんですが、銀座さんいかがでした。いや社長も言ったようにエース君がなんか思った以上にめちゃくちゃ攻めてたんでちょっとびっくりしたんですけど、その後中村さんが本当に何回も当ててたんで、はい、めっちゃ楽しませてもらいました。そうですね。さあ安保さん、どうでしょう、審査という意味では、これ絶対判定ですか。絶対判定、そうですね、ここで絶対判定していただければと思います。確かにもっと延長あり、延長なし、延長という声があるんですが、ただこの新木場ファーストリングという会場の時間もあります。そのあたりを踏まえて延長判断するかもしれません。1分限定でさっと1分で延長できれば OK です。延長、それでは可能だそうです。延長は可能だそうです。参りましょうか。ただ判定次第です。いきます、お願いします。判定延長です。すぐさまお願いします。すぐさま準備お願いいたします。お願いします。さあもう時間がありません。配信も終わりの時間が見えている。1分限定で、延長は1分限定、すぐに準備をお願いします。さあ年末の総決算、炎上万博、そのラスト一戦、ラストの1分が始まろうとしています。 OK です、出動始めます。タイマー1分お願いします。さあまだ疲れも残っていることでしょう。そんな中で1分を戦う DJ 社長、これからの1分大事になってくること、はい、参りましょうか。延長戦始まった。サイペンスタート、ラッシュをかける。今度はバンダカムラだ、バンダカムラがラッシュをかける。さあ中村、しかしそこの隙を突いて攻撃の隙を突いて、まだ分からな い。さあ10秒経過、10秒と思えない見応え。 DJ 社長、ここただ疲れすごいですよね。すごい、すごい、残り40秒。さあ頭に入っていく、バンダカムラだ、一発が重い、また入れていく、隙を突く、攻撃の手を緩めない、これがバンダカムラライオン。バンダカムラすごい、延長戦半分先以下です。まもなく残り30秒、マッチリップ、一度距離を置く、もう一度残り25秒。ただバンダカムラとしても体力は限界に近いでしょう。残り20秒、気力だけで戦っている、気合がすごい。さあ残り20秒切ります。エースも行った、サレフィリがここ引き離しにかかる。ラストです、一発は重いのが決まった。当たってる、もう一発、残り10秒、左残り9秒、7、
5 5あ、いや、ここに一旦ステッチまでカウントダウン、カウントが止まっている。5 4 3 2 1、フィニッシュです。時間が切れました。これはたまらず、エースは倒れ込む。最後の最後まで戦い抜いた2人に大きな拍手をお送りください。エースはこの1分終えた後、戦うこの立ち上がることができない。すごい。DJ社長、同じく延長戦を戦った身として、やはりこの体力、きついものがありますよね。あ、すごい。どっちもマジ本当にかっこいいっす。いや、凄まじいラッシュの応酬、お願いします。せーの、赤赤赤、バンナカムラが2022年を締めくくりました。おめでとう、おめでとうございます。これがバンナカムラ。